8月1日に原宿でイルをオープンした代表の坂井元樹です。よろしくお願いします。同じくイル代表の西村です。お願いします。気をつけてね。かわいい。あれよ、嫌すぎて雑用するんですよ。嫌すぎて私も出会えてよかった。見てなかったら出会えないから。そう、え、純日本人。いや、ハーフ。エチオピアね。違うよ、もうイチオピアも覚えてる。どこだって。フィリピン。パキスタン。パキスタン。どこだ。イタリア覚えてる。それとも覚えてるよね。毎回俺エチオピア、毎回聞いてない。じゃあすごい。でも断トツでお店ありがとうございます。お気をつけて。はい、ブリーチなしでオレンジカラーにします。エモい、エモい。ちょっと待ってみて。で、ちょっとその感じで若干こっちに硬い。もう一回こうやって。で、こうやって。はい、いいよ。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 渋谷市。渋市。渋市と思った。ありがとうございます。ありがとうございます。うまいなぁ。慣れましたね。慣れましたね。触ってない。お前そんなこと言わないだろ、普段。レジャーレジャー。どいて。大きいよ、レンちゃん。って感じですね。邪魔。でかい。カラー剤めっちゃ使う。もう惜しまない。やっぱうちのサロンも本当材料はめっちゃ惜しまないで、お客さんからしてもやっぱ、まあ、気づかないけどやっぱりそこってこっちがこだわりが伝わると思うんですよ、まあ、それはもう本当にまず超使いますね。カラー剤めっちゃこだわりは全部ワンタッチで、カラー剤良くなってるっていうのもあるんですけど、なんか絶妙な配合があるんですよ。めっちゃ邪魔だって。ちょっと待って。もっとこう出てきたりするので、はい、ちょっと待って、はい、うん、あ、僕の専属です。よろしくお願いします。一番1000万円の時のアシスタントです。なんか夕日が差してきた感じ。全然の終わりの香りがしてきた。もう匂いがする。全然の香りがね。なんか毎日思うのが、なんか、なんか、まあ、もともと有名店とかで働いてた。で、なんかこう、なんだろうな。なんかこの規模感の店を、
まあ、この人数のお客さんをなんかこう23歳みんなで回してるっていうのがすごいなんか誇り、めちゃくちゃなんか多分そんなサロン絶対ないと思う。23歳とかで多分こう記録とか出してる人とかがいっぱいいると思うんですけど、やっぱこうサロンとしてもうなんかその23歳とか同じ世代だけでお店を回してるっていう、それが多分本当になんか我ながら僕が回してるわけじゃないですけど、いろんな人がいて、いろんな役の人がいてなんか回ってるっていう、なんかベレーザやばいなすごい思うんですよ。だからよくなんか僕だけこう取材とかなんかいろんなこうインタビューとか来るんですけど、なんだろう、僕もこうできてるのもみんなのおかげだし、なんかこうマジですごい、みんなすごすぎて逆にめっちゃ学んでますもん、マジで。自分のお客さんってよりはもうベレーザ、なんかもう僕のお客さんだけどああやって店長とかがパン貸してくれたり、でもね、なのにすごい話も盛り上がったりとか、だからもうベレーザが好きで来てくれる人の方が多いから、ファンという、まあ、一部はありますけど、でもそれよりもなんかベレーザの空間とかベレーザの雰囲気が大好き、それだけで来てくれる、まあ、いろんなところのサロン見てきましたけど、なんかあんまなかったんで、なんかみんなに勧めたくならない、いや、嫌です、勧めてよ、一人占めがいいです、嫌だ、嫌だ、なんか嫌だ、予約取れなくなるの嫌だ、嬉しいけど勧めて、あ、勧めたいですよ、気持ち的にはめっちゃいいよ、最高、いい、久々です、こんなテンションだったの嬉しい、頑張ってね、学校、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、気をつけて、2人ともありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、今日一日ありがとうございましたですね、みたいな、ソーシャルディスタンスですねって言われて、まOK、ついてる、俺カス。めっちゃ冷たいもんだって右耳。あーやばいやばいやばい。ヘリキと最悪なんだけど、めっちゃカスついてる。レンちゃん無理。何回綺麗にしてもこうなるんですよね。レンちゃんこれ何？これここ入れるの？そうでしょう。多分ずれてなければ。そうでしょう。終わったー、イエーイ、疲れた、また俺拳を失った、おー似合うね、邪魔だよ、疲れ、私気を取られてた、まっちゃんちょっとあれやってよ、一発ギャグ、チャンスね、アピールチャンスだよ、よいしょ、ねえやだ本当にマスクって、もう一回やろ、マスク、まっちゃんマスクのせいじゃないよ、よいしょねえやだ本当にこれ、俺がおんぶされてる、おーおー軽いな、ビューティーさんがごめんなさい、ビューティーしてないと、ルーティーいつも持ってくれてます、いつも持ってくれてます、やるよボタン、えビューティーが面白いな、そう率先してやってくれます、ほんとなんでいい、あと休みでも来て直してくれよ、
ありがとうございます。リュウセイ今干し方こんな感じでいいですか。ね、あのいつもあのさっきからいろいろ言ってるんですけど、この人も掃除しません。誰誰まあやっぱスタッフ同士が、まあ、営業中でもコミュニケーション取ってるで、まあ、お客さんにそのコミュニケーションの会話とか聞こえててもなんか雰囲気が良さそうに感じるのがいいなって思います。その客層に合わせたスタイルだなっていうのは、それをなんか突き詰めて、多分その死後もなんだろう、いい風に感じる、その周りからしてもお客さんも巻き込んで喋ってる感じですよね、うん、それもなかなか、まあ、逆にそれを狙ってるんだろうなっていう、その雰囲気がやっぱ出ることによってだし、圧力もないし、まあ、そういう時があったとしても多分尊敬がお互いにあるから、なんだろう、まあ、みんな大人なんだろうなって思いますね。中身がなんかちゃんと相手のことを考えて、それを多分流星がもしかしたらそういう空気を作ってるのかなっていうのはもしかしたらあるんじゃないかなとちょっと感じますね。まあ流星も多分こう俺が一番偉いっていう感じを出してるわけじゃないんだろうなっていう、なんかそういうのもやっぱり言いやすい環境っていうのが生まれてるから、ダメな点があったとしてもすぐ改善ができる、明日からすぐ変えることができるっていうのを、まあ、この年代層がだけが集まってるからできるあの新しいやり方なのかなっていうのはすごい感じますね。個性豊かすぎるでしょ。